今日はね、岐阜県の高山っていうところに来てます。高山っていうと、僕富山に住んでるんで何回も来たことあるんだけど、高山でね泊まったことがないので、今日はゲストハウスに泊まってのんびり、お酒を飲みたいと思います。じゃあこれから古い町並みに入っていきます。マグ着てるのね。テーマパーク入ってます。How do you like it? Very good. Very good. are you from France? Paris, yeah. Paris, yeah. Ah, Paris. How do you like Japan?Very well. Second time in Japan already. For fourth time because I went for business also. Oh, really? Is it first time to visit Takayama? Yes, first time in Takayama, yeah. Oh, I see. Very nice village, small village. Very nice small village, small town, very beautiful. And sake and beef, everything. Everything. My daughter, yeah. Your daughter? My daughter. Fujini? Rekuku ya kero. Rekuku ya kero. Hehehe. Hehehe. Hehehe.大吟醸四つ星っていうのも飲んでいます。この目は立ってるよっていう感じですね。
1本1万2000円のお酒です。ここはね、ワンプッシュ半分しか出ないとかっていうことで、あ、これはすごいフルーティー、めっちゃ美味しい。今日のお宿はこれですね。入ってみます。中はこんな感じ。2段ベッドになってて、僕の部屋はこんな感じです、ちょっとカプセルルームっぽいね。窓の外はこんな感じですけど、あそこはね、ここと経営が同じ銭湯になってて、ちょっと割引なんだそうです。ここが、ここなんていうとこですか。ラウンジ。あ、ここだ。あ、ここラウンジです。素敵なラウンジです、はい、ここってどういう人たち来るんですか。ここは、海外から。あ、海外の人はいらっしゃる方とか、はい、あと一人旅の方が多いですかね。あ、そうなんですね。いや、僕富山から来てるんですけど、富山行くことありますか。行きますよね。たまに行きます。たまに。フラッと。なんかお寿司食べに。なんか映画とかも見に行く人。そうなんです。富山、映画館がないので。富山まで映画。でも岐阜県民意外と富山来るみたいですね。そうですね。あ、でもコストコにお買い物。あ、コストコ、僕ね、コストコのそば住んでるんですよ。あ、そうですか。行き放題ですね、毎日ね。まあ、そんな行かないけど、ガソリンよく入れに行きますね。安いですね。ガソリン入れるだけでも、会員の元取れますよ、あれ。あ、そうですか。はい。一応シャワールームもあります。あ、これは中庭。あ、いいね。涼めますね、これ。このお店ですね。入れんのかな。じゃあさっきの居酒屋入れなかったので、次は地元の人おすすめの店に行ってみます。じゃあここですね。何はともあれ生ビールいただきます。
ケンミン賞に出てたんですか。そうです。え、そうなんですか。はい。はい、ケンミン賞に出てたあの漬物ステーキです。はい、卵ですね。これね。うまい。結構うまい。飛騨地方の B 級グルメっていうケイちゃんです。あの味噌味がね、あの鶏肉に染みてて美味しい。なんかね、いい香りするなと思ったらね、大葉が入ってますよ。ちょっと怖いんですけど、土方肉蔵さん、デブ中華そばって書いてあるんだけど、この高山ラーメンの下に醤油ベトコン、味噌ベトコン、どういう意味なんだろうね、これね。じゃあちょっとここ入ってみますね。
ル登録よろしくね。